ジャンポン動画の編集中ですが、ここに誰かいますよ。はい、ジャン君、足に挟まりに来ています。ちょっと作業がなかなかちょっと難しくなるんですけど、えい、ジャン君、はい、ジャン君、なぜここに出てきたかというと、はい、ヒーター用意されました。プルプルしながら、もう分かってるなね。今日から3日間ぐらいちょっと気温が下がるそうなので、ヒーターにします。頑張るヒーター。はい、お届け物、布団カバーっていうのかな、防水マルチカバー、はい、キャット&ロー、布団の上にですね、だいぶ前にポンちゃんが落っこしちゃった時に、岩張り、なんだ、防水、カバーみたいなのをつけました。それのにゃんことお花が書いてある、これ豪華版でーす。ちょっと大人っぽいデザインなんだね。そうだね。目鼻を描かないタイプのこういうイラストです、うん、いいじゃんね。なんか前のやつだと、うん、あのこれ進化版っていうかいいやつで、あのサラサラだ。そうなの、前のはほらここがくっついちゃったり、ね、ペタペタした感じ。そう、あとお洗濯して、うん、あの脱水、なんだっけ、脱水したり、乾燥機にかけたりできなかったんだけど、うん、これはね、いいんだって。洗えるってことね。あれ、前も洗えたんだけど、うん、乾燥機とかそういうのにかけちゃうとダメだったね、ダ、うん、ーンってなっちゃうんだと思うんだけど、それがね、これはね、全然 OK なんだって。で、便利だし、うん、綺麗で可愛いからって言っていただきました。いただきました。はい、今日から猫に、まみれて寝るということですね。うん、このカバーが。そう、シングル2つもらいました。ありがとう。ありがとうございます。